それであなたは純粋なゲームやらプログラムやらね、入れて自分で使うんです。自分にすごい使い勝手のいいパソコンにするのは自分自身の仕事ですね。そういうふうに自分の人生を考えてください。じゃあ一般の方々に説明します。生まれると言ったら、皆様方何を思うんですかね。現れることでしょ。常に新たな現象が現れる。それは世の中の流れでしょ。自分自身の流れでしょ。それと至って心配な、ものすごく心配なんで。一秒単位で新たな何か現れています。今、10時でしょ。12時になってくると新たな現象が現れてない。お腹が空いた、昼ご飯食べなくちゃとかね。だから瞬間瞬間新たな現象が現れる。それってめんどくさいんですよ。だからそれに引っかからなくちゃいけない。対応しなくちゃ、お腹が空いたらご飯食べなくちゃいけない。満腹だったら新たな現象まで、それに対応しなくちゃいけない。常にいろんなことに手を焼かなくちゃいけない状態で、スーッと人生は秒単位で流れているんです。何もしないで穏やかないる瞬間はないんです。何かやらなくちゃいけない。あんた元気ですか？言ったら、はい、元気ですよ。言ったら、明日、明後日とか火星行く可能性ないと言ったらね、あるやる。じゃあ火星行ったら楽しい。苦しいでしょうね。それより手焼かなくちゃいけないでしょうね。こちら独身の方々いるかもしれませんね。独身という状態がある。あ、これ変えなくちゃいけない。それと相手探さなくちゃいけなくなる。これ簡単に見つかる？簡単に見つからない。で、相手見つかったからって言って、それから結婚しなくちゃ、それから新たにいろんなものを現れる、結婚して、その時点で新たなものが現れたんです。で、楽じゃないんです。どんどん人生楽になるわけじゃないんです。どんどん苦しくなるんです。それは赤ちゃんの時からも同じの、赤ちゃんが楽じゃないんです。毎日毎日成長するし、もう立たなくちゃいけないし、もうハイハイとしなくちゃいけないし、歩かなくちゃいけないし、毎日新たな現象が現れる。毎日ではなくて、毎瞬毎瞬、瞬間瞬間、新たな現象が現れる。だから、常に、生があり、生っていう漢字書いてますけど、これ起こるという、意味で理解しなくちゃいけない。かつてなかったことが現れたということで、だから生まれると言ったっても同じ、起こると言ったっても同じことなんですね。それに何かが現れることが命なんです。それには手を加えなくちゃいけない。手を焼かなくちゃいけない。じゃあ終わる？終わらないんです。そういうことで、生っていうのは苦である。動画とかはね、そちらの先生たちにね、アドバイスを受けた方がいいと思いますけど、私たちは、お猿様が教えられた瞑想を教えているんだから、一緒にしない方がいいと思いますね。別々にして理解してください。こちらの瞑想を仕方もね、学んで、それから自分で選んでどちらにするのかとかね、やった方がいいんです。道がすごく違うんですね。ヨーガやら他の宗教が教えてる瞑想っていうのは命を散端する世界なんですね。霊魂があるんだ、魂があるんだ、お前守ってくれる保護霊がいるんだとか、いろんなこと言ってるでしょ、全て。私から見れば、完璧嘘を人騙しなんですけど。でも、信じる人もたくさんいるしね。例えば、自分には守護霊がいるんだと思った時点で、これ自分の命を偉く散端していることなんですよ。いわゆる執着なんですね。命ってのは変化するものだから、どうやって執着するんですかね。執着してると、ひどい目に遭うんです。例えば、二十歳頃あったでしょ。その時に、その現象に執着したらどうなる？今生きられなくなっちゃうんです。病院に連れて行くかもしれません。親戚は。変化すると一緒に自分も変わった方が執着しないでね。二十歳の写真、これは昔のことやと。もう綺麗さっぱり忘れた方がすごく楽なんですね。だから世界の全ての宗教がこの命を散端して命に執着しなさいと教えるんです。永遠な魂がある。永遠な天国があるとかね。言って人々には永遠の苦しみを救ってあげてるんです。で、それは理解するのちょっと難しいんだからね。ちょっと仏教のね、本とか読んでね。命を散端しない世界はどんな世界かとね。ちょっと理解しなくちゃいけない。命を我々否定もしないし、賛成もしないし、散端もしないし。ありのままに見る。生きるってことはどういうことかと。あれまで見ちゃうとややこしくて、まあ、どうでもいいことになっちゃうんですね。いくら頑張っても死ぬんだから。だったら、気楽にその瞬間で、その瞬間で、やるべきことをやっているだけで、期待はなし、執着もなし、という感じで、
なんか空気のように生きることをこちらで教えているんですね。ですから、この瞑想法になってくると、この自分の教えに従って方法が変わっちゃうんですね。例えば、ヨガの世界では、この魂があるというふうにね、まず先手、無理やり教え込むんでしょ、強引に。魂って本当になるのかという研究しない。あるに決まってる信じなさい、それで終わり。だから、それは仏教から見れば、非科学的で、人を馬鹿にすることなんですよ。あなたに守護霊がいる、信じなさいと言っちゃうと、それで終わりなんです。守護霊がいると言ったら、どうやってあんたそれ知ってるのとかね、守護霊がある、証拠あるのかとかね、聞いてみたりとかね、自分もそれチェックしてみたりとかね、走ってる電車に飛んでみて、守護霊が守ってくれるとか、もう何とか実験したりとかね、まあそこまでやらなくなってもね、とにかく何か実験して言ってること、本当かないか確かめなくちゃいけない。宗教世界はそれは禁止しているんです。確かめるなよと、信じなさいと。ヨガはあんまり宗教的じゃなくね、世界で今商売通して、商品通して売ってる品物なんですけど、もともとヨガは神様を信じるヒンドゥ教のね、考えですからね。ヒンドゥ教にもヨガ瞑想何もなかったんですし、それはまあ仏教からパクっちゃって、まあはちゃめちゃやってることで。だからこの科学的に客観的に物事を見る能力は世間にないんです。だからそれを私たちは苦労して教えるんだから、かなり苦しくなってるんでしょう。この理解しないんですね。ヨガ、ヨガでね、いろいろ変わることをその先生たちに聞いてみる。で、それと全く違う、客観的に物事を見るというブッダの瞑想も勉強してください。パソコンのこと知ってるでしょ？パソコン買ったら一応 Windows 入ってますね。それだけです。それであなたは自分好きなゲームやらプログラムやらね、入れて自分で使うんです。その場合、製造元がどういうところで作られているか。あまり関係ないね。それから各メーカーが自分の勝手なプログラム入れてるでしょ？そんなの削除してたってもいいでしょ？自分にすごい使い勝手のいいパソコンにするのは自分自身の仕事ですね。そういうふうに我々生まれるときは基本的な OS ができてるんです。しかし OS の上に応用するものは自分の責任なんです。例えばあなたに悪人になることもできるしね。人を助けるいい人間になることもできるし。あるいはもう人のことどうでもいいんだから自分だけのことを考えることもできるしね。どちらでも自由です。だから、しっかりした道を選んでくださいと。我々は語をあんまり足かしにしないんです。これは語のせいだ、語のせいだ、どうしようもないって言ったら、これは正しい思考じゃなくて、それは邪険なんです。運命論なんです。運命は論は成り立たない。すべて無常だから。だから無常の流れを我々に必要なように条件変えることができます。例えば、川がどうせ海まで流れますね。しかし、我々のダム作ったり、いろんなものをしたりして、その流れをちょっと変えることはできます。自分の便利なように使えます。だから、川が海に流れることはこれ運命だからしょうがないってことじゃないね。自分の今ここでどのように生きるかっていうことは、とにかく大事なポイントなんです。決して生まれるとき、持ってきた業のフォーメットが足かしにしてはいけません。それは重りにしてはいけません。それは重りにならないんです。パソコン作ってる会社も買った人がものすごく喜んで使ってほしいとは思ってるんですね。しかし、OS しか入れてないんですよ。で、買った人が OS の上にいろんな応用プログラム入れちゃって、ものすごく自由自在に使うならば、いろんなすごいことに使うならば、作った会社も楽しいですよ。そういうふうに自分の人生を考えてください。幸せでありますように生きとし生けるものが幸せでありますように。